知りたいですか。いや、元はね、そりゃ、はい、あ、待って、ちょっとここに取ってください。ここ、ここはね、あの舞台裏ですから、あの、はい、スタンバイ前でね。でもね、なんかもうまだ、はい、はい、あの今日ですね、なんかあのどういうんですかね、僕はもういきなりじゃこっちから説明しますね。はい、たっぷりホイップ桃のパン、たっぷりホイップの桃パンですね。これ山崎さん出されてる果肉入りの白いクリームパンってことで、これ何でしたっけね、岡山 あのキャラ、ももっちと何でしたっけ、ももっちと、ももっち、あんまももっちの方がインパクト強いですよね。そうですよね。でもあんまり、そうですね、ももっちの子供みたいな彼女かな、彼女かもしれないですね。ね、ももこっすかね。あ、ももこかもしれない。いや、わからないです。でもその可能性高いでしょ。ね、なんかでも主役が後ろにいるんですね。でも主役言うから。ああ、やっぱあの可愛いというかあれですよね。で、これって、え、これってずっとあるんですかね、山崎は。最近出た。最近中四国限定みたいな。最近出た中四国限定のゲールさんからのお差し入れでいただきました。で、これは。もうじゃあ出たのは最近じゃなくて、最近7月初め、あ、じゃあほんまに最近じゃないですか。1年1っていうか、なんか逆に桃ってあんま食べないじゃないですか、岡山県民ね、これをじゃあ、今1分経過してます。ちょっといただいてみましょうか。とりあえず一目聞かれて、なんかいろいろ書いてますけど、読まなくていいですか。もうじゃあ、これ面白いですか。果肉入りの桃のクリームを白い生地で包んで焼き上げ、ホイップクリームを注入しました。白い桃クリームに岡山県産の、白桃、え、なんて、県産白い桃のピューレが入ったんです。待って、白い桃じゃないですか。これ白桃かと思ったら、あ、そう、白桃っすね。白桃って白桃と一緒ですかね。分からんですけど、いろいろあるんじゃないですか、その、ね、登録のなんかいろいろ、岡山県産の白い桃のピューレクリームで鬼もびっくりのクリーム量。鬼を食べるんですかね、これ。鬼狙ってますね、その後ろ。鬼みたいな。あ、銀河の夜になったら出てきた感じですよね。ね、鬼がね。なんかうちでいつもこの、僕より目立ってます、銀河の方が。で、ちょっと、でももうなんか、決定いきましょうかね、他に知れると思うのなんか。ももっち、やっぱ合ってますね、この名前、ももっち。下の方に、では、ウランチ。ブランチやブランチ、ブランチ全然違いましたね。あ、そうです。モモッチとウラッチだけど、これ鬼っていうのがウラッチが鬼で、モモッチは普通なんですかね。鬼もびっくりってことで、ウラッチは鬼だけ出てきたって感じ。あ、そう。で、鬼なんでなんドラ柄のパンツじゃないとね、今日ありますね。なるほど、思ったろと鬼に行く。じゃあ開けていただきたいと思います。ちょっとその前にね、パンを食べる前にちょっと喉が渇いたんで水を飲んでいこうかなと思うんですけど急に出てきましたね。なんか、いや、美味しいです。美味しいですけど、まあ夏なんでね、しっかり水分補給して、なんかいくらでも飲める感じですよね、これね。なんか そっちが今日主役になっていますかこれってどう思います、これで飲むの。あ、いいと思いますよ。いいですかね。なんか毎回席畳んでいいじゃないですか。なんか早いですよね、話が、こういうの、あのお店で出すみたいな。よくないですけど特別にね、特別に。これってもう破っちゃうんじゃないですかね。それともこうやって破っていいます。袋に入れ、あの袋の中からちょっと食べるのよりもう全部出して。あ、そうです ね、 ね、どんなイメージの感じとしてここら辺に飾っておきます、ええ、こうちょっと風止めるんですか、まあ、風は大丈夫ですね。こんだけ白くてなんかあんまりね、おっと危ない、生きとんかな、生きとんかな、これは動きがすごいな、これびっくりしましたよ。生きとるかもしれんような。でちょっと焼いて、焼き目が裏についてもう、でももちもちなんですよ。なんかずっと触っとれるような感じですよね。例えるとな、例えるとあんまり例え方が思い浮かばないんですけど、あんまりってどういうこと。悪い例え方は思い浮かぶぐらいもちもちしとるというか悪い例え方、まっちゃんの尻ぐらいですかね。そうですね、僕の尻ぐらいなんかこれずっと持っといてもいいですか、逆に食べずに。フリーズなんですか。フリーズですか。フリーズですね。そういうことはなく、まあ一応いただいてみましょう。はい、はい、うん、
パンの生地がしっかりしてる感じですね。まだあまりクリームにはたどり着かないという僕の口が小さいけどね。あのこっからでも幸せが来るんじゃないですか。あの桃のピューレと鬼もびっくりするあのクリームの量なんで、こっからちょっとやばいっすよ。ちょっと行ってみましょう。あ、おいしい。思ったよりむちゃくちゃおいしいみたいな桃の感じがすごい。生クリームも多いですね。なんかあの桃の独特な食感がします。なんか桃って独特ですよね、噛んだ時。そうですね。中どんな感じなんですか。もう割ってみたら。割ってみましょうか、はい、これで見せるのもね、なんか雑なんで。こんな感じですね。おお。もうなんか贅沢に。色もいいですね。色もいいですよね。贅沢にいってみましょうか、ちょっと、やっぱ食べたらね。でこれまたやっぱ結構最後の最後まで桃が入ったんで楽しめるかなと思いましたね。これ まっちゃんのお店では出さないです、まあ、出したところで出したところで。そうですね。やっていいと思うんですよね。大事なお客さんにみたいな、多分だったら感謝の気持ちを込めて買いにより安くみたいな、感謝祭みたいな、おばちゃんとこで配るんですか。配る。きびだんごみたいな。きびだんご。あ、でも面白いですね。でも在庫取れるかわからんですよね。え、在庫。そうですね。あんまりなかったんで。あ、でもやっぱり、ね、人気なんですよね、これ期限定もんというか。なんか山崎パンででなんかローソンとか、まあマニアの方行ったけど、はい、何店舗か見たけど置いてなくて、ようやく天満屋ハッピーマートですかね、はい、に置いてあったって3つだけ。ハッピーマートってどこのハッピーマートですか。え、ハッピーマートってありますか、こっち。ね、あの橋があるとこ。わかりました。北房からこっち落合に来るときにあるハッピーって書いてある、あの天満屋の系列の。あ、はいはいはい、あこで、あの落ちそうな橋があるとこ。はい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 。あこで買えたんですね。あ、備中川ですよね、あれですね。なんか天満屋って僕聞くとそれこそほんまにあのあこかと思いました。高橋に天満屋あるじゃないですか。あ、はいはい、なんかあるね、あるんちゃうんだよね。ありますね、天満屋。天満屋で天満屋いうやつがあるっすね、あこで買ってきたんかなと思った。シャトルバスが、でね、行くんですか、そこ。いや、今は最近行かないんですけど、なんかね、あこら辺でご飯食べ行きますか。でもこれ他の話もいいんですかね、しても。あ、いいっすよ。あ、のんき坊主。あ、え、のんき坊主ですよ。なんか食堂屋みたいなのがあって、そこ行ったりカツ丼が美味しかったりとか、うどんが美味しかったりとか、まあ、そこのおかみさんもその定食、まあ、うどんとか頼んだ後になんかデザートみたいなアイスクリームくれたりとか。へえ。あの、じゃあ結構行くんですか、向こう。高橋の取材は。あ、結構ね、行ったりするんですよ。もうじゃあ最後のでももうだいぶ時間経ちました。もう8分過ぎましたよ。あ、ほら、本当口から溢れるぐらいクリーム感があって、なんか幸せなスイーツって感じですね。なんかお食事のパンじゃないような感じですよね。デザートみたいな。デザートですね。美味しい。でもなんか一つアイディアとしてこういう商品もなんか家あの店で出してもいいかなとは思います。まあ、こう全くこんなんじゃなくて、その桃のなんかそのうちのかき氷を使っとるものをちょっともうちょっと乱雑カットを切ってなんかパンとかに乗せてクリームとか食パンでなんかそれを桃を焼くみんかな、なんかちょっとやってみて。ホットケーキみたいなのにしたらいいじゃないですか。あ、ホットケーキはありですよね。ホットケーキホイップ挟んで、でそこに桃ブワーってやって。でもなんかそれって結構人気でそうですね。ね、桃を岡山の桃ですから、まっちゃんのね、知り合いの農家さんからもらって。そうですね。まあ、岡山ってなんかちょっとイメージ的には桃ってもらうものみたいな。だそうなんですよ。なんかだからそのみんな多分うちにねお客さんもいるんですけど、わざわざこう結構買って食べてなくて、なんかあの送って食べたりとか送ったものを食べたりとかっていうことが非常に多いんで、みんなその意外に桃って食べるのでここで意外にその流行るんですよ。なんか桃のかき氷がめちゃくちゃ多いのってそれだと思うんです、意外に普段で食べるでしょ、桃。そうだね。ただこう店であって、あ、普段より違うわってことで取るというか、
食べるって感じですね。そうですね。ちょっとごちとりすぎました。長かった。ごちとりすぎましたと思った以上に ショート動画で以上のなんか長さになってしまいました。いや全然いいです。それをカットしてくやるんですね。ああ、そう。まあでも簡単ですよ。そんな難しくないですよ。ちょっとやってくださいよ。はい、いいですか。お水とか大丈夫ですか。お水最後にじゃあ飲んどきます。なんかこれもう水っぱらになって腹ようなったっすわね。なんかパン1個で腹ようなったじゃないですけど、200円本当に飲んどんで、うん、もうとりあえず今あんまり飲んでもなんかねあれなんですけど、まあちょっと今日中にはこれ全部飲んでいこうと思うんで。ほんま飲むじゃあ今日中にはね。あ、いいですか。はい、はい、OK です。 OK です。なんか、なんか一言。そうですね、あのなんかこういうものをいろいろ見つけて自分の中でもなんか動画撮っていきたいなとは思うんで、ぜひ。まあ一覧やってましたね。一覧はい、あ、見ていただいたんです ね。一覧はそうですね、やりました。なんか他にこうパッと見てなんかこう輝いて売っとるもんってあんまりこっち少ないですよね。なんか昔でいうと味噌菌とか、あ、はいはいはい、あれも手に入らんでしょみんな。そうですね、なかなかやっぱ転売とかそういうのがねあるんで。なんか転売はしないですけど、食べるためにいろんなもの見つけたいんですけど、なかなかないんで、ね、これはやっぱどうしても転売できないですからね。もう日にちが持たん。そうですね。あ、そういうこと。味噌菌とかね、メルカリバーってやっとってるじゃないですか。ああ、やっとったっす ね。だからなくなったりね。こっちはもうやっぱもう旬のあれなんで、旬の桃で、ね、まあ、それかもこの食った袋をメルカリで売るとかそういうぐらいしか方法がないです、これ袋、あ、でもそこまで発送機さえ行くんですかね。ね、多分ね、レアっていうかね。これでも欲しい人おるんじゃろうか。1円だったら多分買うんじゃないですか。チーム、このあのね、ポイントつけてね、ポイントチームみたいな。なんかすごいですね、今の時代が。ゲールさんも1円だったら買いますか、袋だけ。いや、県外に住んどったら買うかもしれないです。あの県外が、あ、これ持って岡山、あ、岡山の風がみたいな、あるかもしれないですよ。確かに。まあ、あまりね、県外の方は買うかもしれないですけど、うん、なんかこれはね、あの岡山の僕らからしたら、まあまあまた次のものを期待して、多分今度はマスカットが出るんじゃないですか。桃とか、マスカット、ブドウ、なんかきびだんごで取るらしいですよ、この。え、同時にきびだんご、え、きびだんごがこの桃味みたいな、桃のクリームが中に入ったきびだんご、きびだんご、ただ単にそのきびだんごみたいな、なんかまたその桃太郎のきびだんごじゃなくて、このなんかお餅とかをデザインした感じで。も確かにこれ鬼ですし、うん、まあ、それが桃なのかちょっと分からんけですけど、まあそういう コラボ商品みたいなね、やそれも山崎パンさんが出してる、ね、感じだったかなって、はい、そうですね、いいですか。いいですよ、はい、ありがとうございます。